見えますが、手前ではフラフラ運転してました。これ安全運転もちげえんだね。追い越して見ると、あ、なんだこいつ。携帯です。ほら不安定だわな。ながら運転はまだたくさんいますね。最近ああいうやつばっかり多いんだろうね。運転中携帯操作はやめましょう。後ろで煽ってるトラックがいます。注意の意味で撮影者がブレーキ踏みました。すると怒ったトラックが幅寄せです。してしまうことになりますね。煽られても無視が一番良いと思います。この映像のトラックは運転手やめた方がいいですね。信号待ちの撮影者、この後悲劇が。後続車が動き出します。このあと相手は逃走、当て逃げされてしまいました。撮影者は追突直後にエンジンを切ってしまい、ドラレコが停止したためナンバーが映像に残りませんでした。事故直後は記録のためにもドラレコは停止しないようにしましょう。この車ひどい運転なんです。はみ出していきます。完全に車線無視。変な場所で停車しました。横断歩道と対向車線両方はみ出して止まってます。通行の邪魔になるような停車はやめてください。いい加減な運転は迷惑です。